祖父母が建てた家を、祖父母がお金出してリフォームしてくれて、現在、祖母と同居中。祖父は数年前に他界。突然大量の段ボールが、義実家から送られてきて、その日の夜、旦那に、うちの両親が、俺たち夫婦と同居したいって言ってるから、この家に呼ぶね。おばあちゃん、私の祖母は、施設に行ってください。とりあえずは、ウィークリーマンション借りてあげたので、そっちへどうぞ。何の相談もされてないし、この家の名義は祖母だし。義両親との同居は、祖母が亡くなったらってことで、話がついてたよね。って頭がぐっちゃぐちゃ。いろいろ話したけど、旦那、宇宙人か?ってぐらい、話が通じない。荷物送っちゃえば、なんとかなるよね。ってな考えで、義両親に送らせたみたい。混乱する祖母を説得しだした旦那を、どうにか追い出して、義両親に電話。どういうつもりかと聞けば。どうやら、義実家の近所に住んでる、義母の子供時代からのライバル的幼馴染が、同居しだしたらしく。私も同居。あいつに負けてられない。で、旦那をけしかけたっぽい。おばあちゃんには申し訳ないけど。でも、どうせ、私たちが、住んであげることになるんだから。予定がちょっと早まっちゃっただけだから。ね。と、だから、とっととババアを追い出せ。と言わんばかりのニュアンスで喋ってたわ。ひっきりなしに、旦那からは、なんで俺を追い出すの?将来的には、俺の親と一緒に住むって、約束したよね。守るつもりなんて、なかったってことなの?勘違いしてるみたいだけど、おばあちゃんを放り出すわけじゃないんだよ。ウィークリーマンションも借りてあげたし、施設も探してあげるんだよ。ってくるし、私が話をしても通じないから、共通の友人や、旦那の尊敬する先輩に事情を話して、説得してもらったんだけど、誰もが、あいつダメだわ。もうあいつの中では、おばあさんがいなくなった家で、自分と嫁ちゃんと両親で、仲良く暮らしてる光景しか、見えてないよ。とお手上げ状態。何ヶ月説得しても効果がないから、いい加減切れて。子供の頃に両親亡くして、代わりに、私を育ててくれた祖母を、ないがしろにするなら、離婚する。って宣言したら、旦那、大慌てで。そんなつもりじゃないのに。みんなが幸せになれる道を、探した結果なのに。とかなんとか言ってた。みんなっていうのは、あなたと、あなた両親のこと?って、嫌味のつもりで言ったら。え?そうだけど?え?何がおかしいの?って感じだったから、離婚を決意した。旦那も義両親も、すんごくごねてたけど、弁護士さんがぽつっと。この家の主は、おばあ様であって、あなたではないんですけどね。って言ったら、なぜか驚愕の表情。シュンとなって、離婚成立。なおもキャンキャン言う義両親に。俺らが非常識なんだ。もうやめてくれ。俺も父さんたちも、おかしいことを言ってんだよ。って怒鳴って、引きずって帰って行った。自分のせいで孫が離婚。と凹んだ祖母が、体を壊して、入院したりもあったけど。今では元気になって、退院してる。